高ビルディングは、東京都千代田区丸の内のオフィスビル、および同ビルを管理する企業。なお、同社では社名、建物名の、鉄の字を、と表記している。東京駅アイス北口付近から、五福橋交差点までの外堀通り沿いに、南北、約200メートルに及ぶ細長い敷地に立地する。地下1階が、大手町駅 B10 出入口に直結している。現在の建物は、 民間都市再生事業計画認定により、新築された2代目で、2015年10月31日に、高さ135メートル26階建ての超高層ビルである本館と、高さ100メートル中層20階建ての南館の計2棟が、竣工した。地域初の中間免震構造が採用され、延べ床面積計約11万7000平米の、 新たなランドマークとして生まれ変わった。建物全体がオフィスビルとなっており、3階から24階までがオフィスフロア、4階の一部が貸会議室となっている。地下1階から地上1階にかけてはオフィスロビーのほか、南館と一体化した商業施設フロア、テッコアベニューとなっている。3階と4階の間に中間面震層を設置。 地下2階には209台収容可能な駐車場がある。主なテナントサービスアパートメント、オークートプレミア東京をキーテナントとして、ラウンジフィットネス、店舗、リムジンバス、高速バス発着所を備えた商業施設ビルとなっている。主なテナント南館1階には、東京空港交通のリムジンバスと、富士急グループの高速バスのターミナルがある。それまで、 東京空港交通のリムジンバスは、外堀通り沿い南側の乗り場に発着していたが、ほぼ全ての便が、東ターミナルに移転した。詳細は、東京駅バス乗り場、東京駅八重洲北口、鉄鋼ビルを、参照初代の建物は、太平洋戦争直後の1949年から1951年に、かけて、江戸城の外堀を、戦後の瓦礫で埋め立てたばかりの土地に建設された。 地上8階、地下2階のオフィスビルであった。春工ボすぐ南側に、ほぼ同規模の第2高ビルディングが建設され、両ビルの増築もあり、2等合計延べ床面積66,280平方メートルのビジネスセンターとして、丸の内、八重洲地域の発展を支えた。その後再開発に伴い、2012年3月をもって第1ビル、第2ビルとも閉館となった。 第2鉄工ビルディングは賃貸オフィスビルとしては日本初といわれる全館空調装置を開館当時から備えていた。第1鉄工ビルディング第2鉄工ビルディング建物の管理運営を手掛ける株式会社、工ビルディングは1888年に広島県呉市で創業した増岡商店を前身としており、東京都の他に広島県内を含め以下の関連会社が 複数存在する、ありがとうございます。